ジークムント・ベルナー・パウル・イエーンは、ドイツ民主共和国の軍人、宇宙飛行士、国家人民軍航空軍に所属した、軍人としての最終階級は少々。1978年8月26日に、ソ連のソユーズ31号に登場し、ドイツ人初の宇宙飛行士となった人物である。ナチスドイツ時代のザクセン州、ホークトラント軍モルゲンレーテ・ラウテンクランツ氏で生まれ、 1943年から1951年まで、地元の学校に通った後、印刷職人としての職業訓練を受けた。1955年に、国家人民軍航空軍の前身である、航空人民警察に兵士として入隊した。1958年、空軍主管学校を修了。その後、ソ連に留学して1966年から1970年に、 かけても、ニノのワイ映画が臨名小空軍アカデミーでパイロットとしての教育を受けた。このため、肖像写真ではソ連軍のパイロット資格証を制服の右胸に着用しているのが確認できる。1976年に予備のパイロットエベルハルト・キルナーと共にインターコスモス計画の最初の宇宙飛行士に選抜され、モスクワ郊外の星の町で2年間訓練を受けた。 サリュート6号宇宙ステーションでの任務の後、ソユーズ29号によって地球に帰還。宇宙での滞在時間は7日と20時間49分であった。1983年には、ポツダムの地球物理学中央研究所、ゼンテリリンスティトゥートフィアフィシックデア・エルデで、地球の遠隔探査を研究テーマとした論文を、作成、物理学の博士号を授与されている。 軍人としての最終階級は少々。退役したのは1990年10月2日であり、これは東西ドイツ統一の前日である。また彼の名が冠された小惑星も存在する。1990年から彼は DLR のフリーランスのコンサルタントとして働き、それと並行して1993年からは欧州宇宙機関でユーロミール計画の準備も行った。 その後2002年に最終的にこの仕事からも退職した。彼は結婚しており二人の子供がいる。ベルリン在住。趣味は読書と資料である。著書に宇宙空間の開拓がある。カール・マルクス勲章及び英雄称号、ドイツ民主共和国英雄、名誉称号、ドイツ民主共和国宇宙飛行士を受賞している。他にソ連邦英雄、レーニン勲章を受賞。 統一後のベルリンの名誉市民、ありがとうございます。